2006年の横浜ベイスターズでは、2006年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは、牛島和彦監督の2年目のシーズンである。過去数年間続いた大型補強などもなく、牛島体制は2年目を迎えたが、親会社の TBS から派遣されたフロントと牛島監督との間に補強や選手企業をめぐって亀裂が生じ始めチームは、 開幕後に六連敗するなど低迷して四月を七勝十五敗二分で最下位に転落。五月に入ってからも低迷は止まらず4連敗を三回記録するなど八勝十八敗で負け越し、借金は最大の十八まで膨らんだ。六月に入るとチームは復調の兆しを見せたが、八月以降は黒星が先行すると二度と浮上せず二千四年以来二年ぶりの最下位に転落し、 牛島監督は責任を取り辞任して、TBS の野球解説者に復帰。前年3位浮上の原動力になった、投手陣は、門倉健が2年連続の2桁勝利を挙げ、三浦大介が負け越しながらも、防御率3点台をキープしたが、吉見雄二がわずか2勝、那須の匠と、土井義弘がわずか3勝で期待を裏切り、 クアトロ系など、救援ン,ンの奮闘も虚しくチーム防御率は4.25で最下位に転落。打撃陣は、内川誠一が初の100試合出場を達成し、村田修一が打率2割6分台ながら30本塁打、100打点以上でチームの4番に成長し、4年目の吉村祐希がチーム2位の26本塁打を記録するなど若手が成長した。 牛島監督の公認には1998年の日本一の土台を作った大谷明彦が二度目の監督に就任。大谷新監督の下、チームの体質改善が本格的に指導する。ありがとうございます。